それではパソコンの Windows で、日経の紙面ビューアーをマウスを使わずに操作する様子をビデオログしたいと思います。シフトプラス下の矢印で、こんな風に、パーンで引きます。普通の矢印だけだと上下に移動します。シフトプラス左で、ページめくりのような感じです。気になる記事があった場合は、シフトプラス上で拡大していって、こう狙っていくと。で、読み終わりましたら、シフトプラス左で次のページに行って、見たいページを探す、戻るっていうことが、割と快適にできます。まあ、この全体を見ているのは、サムネイルを見ているかのような感じで、気になる記事があれば、シフトプラス上で、シフトなしの矢印で、拡大していって、見たい記事にたどり着くといったことが、簡単にできます。